どうもバッカスTVです。イエイ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 。はい、ということでね、梅ちゃんです。はい、昨日ね、キャンプ帰ってきて部屋を片付けなきゃって言ってたんですけどね、全く片付けていません。っていうのもね、片付けられなかったのはね、僕のせいじゃなくて、ちょっとね、片付けが終わってからね、お酒でも飲みながらね、見ようと思って、DVD 借りに行ったんですよね。うん、ツタヤに。で、そしたらね、そのツタヤのね、向かいぐらいにね、できてたんですよね。富士そばが。できてたんですよ、新しく。うん。で、まあ、やっぱりその、そば好きとしてはね、やっぱちょっと一回ちょっと顔出してね、どんなもんかっていうところなんですけどね。まあ、行ってね、ちょっと天玉そば食ったらね、気持ちよくなっちゃってね。家帰ってね、お酒飲んだらね、眠くなっちゃってね、寝ちゃいました。ということで今日も元気に商品紹介するよ。今日ご紹介する商品はこれだ。サスタマーパスタ3番鍋を使わず簡単に作れるレンジでパスタ1人前カレーやピンヨーゴーパスタ計量穴付き、これ一つで美味しくパスタが茹でられます。しっかりロック、安全湯切り、安全安心日本製でーす。ということでね、今日ご紹介するのはこれなんですけども、まあ、なんかね、変わったっていうか、まあ今の時代当たり前なのかもしれないんですけども、まあこれ一つでね、電子レンジでパスタが作れちゃうっていうね、商品になってます。で、結構ね、これあるんですけど、みんなね、まあなんか、まあ理由は様々だと思うんですけどね、みんな持ってなかったりとかするんですけどね、これ一つあればね、レンジでパスタが作れちゃうということですね。東急ハンズで609円ぐらいになってましたね、消費税込みで。うん、なんでね、買ってきました。結構中国製多いんですけど、日本製ってあんまり少ないですよね。で、日本製で600円ぐらいなんで、まあ安いのか高いのかよくわかんないですけどね、とりあえず目についたんで買ってきました。で、作り方はね、裏に書いてあるんですよ。で、本体外側のメモリまで水を入れるみたいですね。ここにメモリがね、箱にもう書いてあるみたいです。で、なんかね、この穴がついて、これ1人前、2人前ってね、これで、1人前は分けられるみたいですね、量が。で、本体にパスタを入れて、まあ、水を入れて、で、電子レンジでチンするわけですね。うん。で、ここがすごいんですよ。で、これね、湯切り口もちゃんとついてるんですね。で、この湯切り口からお湯を捨てて、まあ、出来上がりということなんですけどもね、早速試したいと思います。それでは、場所を変えるよ。せーの、ボン、せーということで、テロヤさんキッチンでーす。じゃあね、それでは早速やってみたいと思います。今日はね、もう、まあ、パスタはね、もちろんあるんですけど、今日はね、ボロネーゼで、試したいと思います。じゃあ、開けたいと思います。やっぱね、夏はね、できるだけお湯とか使いたくないですもんね、暑いからね。もうすでにね、お湯なんか使ってないんで、もう熱くなってます。こんな感じになってます。まあ、ここがね、湯切り口になってて、まあ、ここがパスタのね、1人前か2人前かみたいなのね、やるやつみたいですね。じゃあ早速やっていきたいと思います。先にね、水入れるみたいです。だいたい僕 1.5 人前くらい食うんで、ちょっと多めに入れます。水、パスタの量測ります。ちょっとこれ難しいな。こうやってやって出たんです。こういう感じのやり方っていうんですかね、こう、あ、落ちてこうやってね、やって出たやつをまあ取ってきゃいいと思います。こんな感じでで入れます。で、1.5 人前だから、まあ、このぐらいかな。うん、一房とこのぐらいかな。ぶっ込みます。多分なんですけどね、塩入れた方がいいです。いつも茹でるときは塩入れてますからね、俺も。で、蓋をする。あ、蓋しませんね。蓋しないでチンするみたいですね。蓋しないでチンするんだね、これね。うん、入れる、閉じる、押す。まあね、これだけなんですけど、ちゃんとここにですね、横の方にね、どのぐらいの量で何分、何ワットで何分やればいいっていうのはまあ書いてあるんで、これを目安にしてください。ちなみにね、僕はね、中途半端な 1.5 人前なんで、このね、600ワットで、1人前が4分で、で、2人前が7分っていうことだったんで、まあ、間を取って5分30秒で今押しました。まあ、その間にですね、ですね、ボロネーゼを茹でたいと思います。水を沸騰、火を噴、換気扇ポチ、箱バカ、沸騰したお湯で5分ですね。フィーッ、こんな感じに
なってます。その問題はね、硬さだと思うんですよ。ちょっと半端な時間でやっちゃったんで。うん、したらね、今度湯切りしたいと思います。湯切りもできるっていうのは便利ですよね。いちいちあれ出さなくていいですから、ザルみたいなのね、出さなくていいんで。こんな感じでできました。一応ですね、全然気にならない人はね、このまんまここにね、タレ乗っけて食べていただければ洗い物が減るからいいかもしれないですね、うん、でも今回はちょっとお皿に入れたいと思います。じゃあルーをかけていきます。せーん、ズラシャー、出てきたー。それではじゃあ早速食べてみたいと思います。はい、ということでですね、上に上がってまいりました。ちょっと早速ね、試食したいと思います。うめぇ、マジでうめぇ。味変わんねえはずなのに、うまく感じる。マジで何もぐらいまで。あ、大変なことに気づきました。僕のやり方はね、間違ってましたね。うん、僕がね、なんかさっきやっちゃったのは、ここにね、1人前で4分、600ワットで4分で、2人前で7分だから間を取って5分、30秒やったんですけど、実はね、ちょっと硬かったんですよ。で、硬かったから、僕が中途半端なことやったせいかなと思って、プラス3分ぐらいやって、やっとちゃんとできたんですよ。で、ここにね、下のところよく書いてみたら、ここに書いてありますが、パスタ本来の茹で時間が、パスタのね、パッケージに書いてあると思うんですけど、それにここの分数を足すらしいんですよ。だから本当は僕がやるべきことは、5分30秒にプラス、7分する感じだったみたいですね。ちょっとね、間違えちゃいました。一応でもね、ちょっと硬さ見ながらやったんで、全然大丈夫なんですけど、味とか全然硬さとか問題ないですけど、皆さんやるときにはちょっと注意してください。ちょっと分かりにくかったんで。うん、ごちそうさまー。はい、ということでね、美味しくできました。ね、僕のせいでね、100点とはいかなかったんですけどね、かなり簡単にできましたね。これの他にね、そうめんっていうのもあったんですよ。でもね、そうめんはもう時期外れかなと思って、パスタの方がね、1年を通してね、やることが多いと思うんで、買いました。いやでもこれ本当に便利だと思いますよね。鍋とかね、本来だったら鍋に入れてやるわけじゃないですか。で、そうするとね、もう鍋を使うから一つね、コンロがもう塞がっちゃうわけですよ。で、もうパスタって結構その入れ時間が意外とね、沸騰してから今だと入れると長いから、結構それだけでも邪魔になっちゃうんですけど、これはね、電子レンジに入れてボタン押すだけでもう他のことできますよね。コンロ開いてるんで、そういう点からしてもね、すごく便利じゃないかなと思いました。あとね、日本製っていうのもすごく安全ですよね。昔シリコン製のね、なんか蒸し器みたいなのがね、中国製のやつでなんかね、問題があったとかってなんかやってましたけど、やっぱり日本製だとそういう心配はやっぱりないですよね。それに日本製なのに600円っていうのも、分かんない、僕の感覚でも安いんじゃないかなと思うんですけど、いいんじゃないかなと思いました。4人前作れて、最高4人前作れて600円っていうのは結構お得なんじゃないかなと思いましたね。ぜひぜひ皆さんもご購入してみてください。一応ね、商品のね、多分 Amazon さんとかにあると思いますので、何かしらね、リンク貼っておきますので、ぜひぜひ気になる方は確認して、特徴とかね、詳細とか確認してみてください。それではみんな、またね。バイバイ。